私の時も同じで使ったのよね。それで止めてくれって夜中に来たのよね。何もあなたが新しい小人のとこ泊まりに行くの邪魔してきたわけじゃないから誤解しないで。最初だと私と顔合わせづらいでしょ。だからせっかく来てくれたんだ、ちょっとお茶でも飲んでいくわ。そんなに怒ってんなら君が納得するまでもう少し話し合うべきだったな。あっさりそうなんて言うから俺のことその程度しか考えてくれてないのかと思ってたよ。もしかしたら俺幸子のこと誤解してたのかな。仲いいよ、一緒に食事でもしながら話し合おうぜな。いつまでもガキに付き合ってられないんでしょ。私といると老人ホームの気分になってたまんないんでしょ。あっちの女こっちの女にあんまり調子ないこと言わないでよ。